はい、こんにちは、美容師ののです。今回は自宅で家族の方や友達の髪を切るやり方についてお話ししていきます。長さは前下がりのボブスタイルを切っていくやり方を詳しくお話ししていきます。前下がりのボブスタイルは結構難易度が高いんですよね。ちょっとしたミスで左右が合わないということがよく起こるスタイルでもあります。そんなね、前下がりボブを切るために今回は髪をね、全体的にしっかり濡らした状態で、そしてハサミで長さを切っていきます。あとに軽くするためにすきばさみを使って微調整していきます。こういう流れでやっていきます。では今からやっていきます。このように全体的にしっかり濡らしてあげてください。シャワーで全体的にしっかり濡らしていく方が仕事がやりやすいです。ではここからブロックを取っていきます。横と後ろを分けていきます。耳後ろから顔に向かってが横となります。後ろは上の段と下の段でまず半分分けていきます。下のブロックのまた半分分けていきます。これで襟からカットをしていきます。はじめに中央の長さを切っていきます。こういうように何も持たずに縦にハサミを入れてこのぐらいかなというのをね、作っておきます。これで良ければ同じような長さにしていきます。なるべくまっすぐになるようにしていきましょう。まっすぐね、ラインができれば次はね、上の段に入っていきます。2段目は襟の中央からカットしていきます。下の長さと同じぐらいに合わせて長さをね、切っていきます。こういう風にね、持って切っても良いですが、今回馴染みがね、良くなるように櫛で通して狙った場所に持っていきます。そしてハサミを縦に入れて長さを切っていきます。こういうやり方の方が毛先の馴染みが良く、仕上がりも綺麗になりやすいです。もしできる方はそういう風にやってあげてください。ここもまっすぐになるように切ってあげましょう。次は上の段の半分ブロックを分けていきます。スタイルによってはこのブロックからあまりね、長さが出てこない場合があります。切る気が少ないってことですよね。切る気が少なくても同じようなやり方で中央から少し整えるようにやっていってください。そして表面の髪に入っていきます。後ろの表面も長さがね、ほとんどね、切るとこはないかもしれないですが、先ほどと同じようなやり方で整えるように少しずつね、切っていってください。これで後ろのラインがね、終了しました。こういうふうにまっすぐになるように切ってあげてください。横髪に入っていきます。上の段と下の段で半分に分けておいてください。それから櫛で綺麗にね、溶かしておきます。前下がりなのでこの辺りからね、前に向かって長さが残るようにしていきたいですよね。これをね、どうやるか、ここからが少々難しいやり方となってます。ここのポイントをね、しっかり押さえておきましょう。ではどうやってやるのか、後ろで切ったこの耳後ろ、ここの終点にめがけて顔周りの髪を持ってきます。ここを切っていきます。そうすると自然に前下がりになってきます。極端な前下がり、ズドーンとしたものを作るとなると、この自然と降りた状態で長さを斜めに切っていくようにすればシュッとしたね、感じになりますが、それだと今っぽくもないですし、自然さがないです。自然さを求めるのであれば、顔周りの毛を先ほど切った後ろの終点に持ってきて、ここの毛を切っていく、そういう風にやっていけばうまくいきます。では今からね、やっていきましょう。
顔周りの髪をねこういうふうに後ろに持っていきます。そして後ろ髪で切ったところ、終点ここです。そしてこの後ろで切った長さありますよね、ここの長さに合わせて切っていきます。切っていくとこういうふうに自然な前下がりとなってきます。では表面の髪カットしていきます。同じようにやっていきます。すべて後ろの切った耳後ろのこの終点に髪の毛を持ってきます。ここを切っていきます。ではやっていきましょう。すべて後ろに引っ張って後ろで切った終点ここに合わせていきます。こうやって切っていけば自然な前下がりスタイルになってきます。この自然な前下がりスタイルにすることによって伸びてきた時でも収まりが非常に良くなってきます。反対の横同じようにやっていきます。半分に分けていきます。後ろで切った終点ここですよね、ここに持ってきます。こういう風に持ってきていきます。表面の髪切っていきます。後ろで切った終点ここに合わせるように持ってきます。切っていきます。こうやっていくと自然な前下がりスタイルになってきます。こちらの横も終了すれば左右の長さチェックしていきましょう。合ってるのかどうかをしっかり見て合わせておきましょう。これで合ってるようであれば乾かしてすきばさみで軽くしていきます。乾かし終えるとこういう風に前に向かって長さが残るような前下がりボブスタイルになってます。この後に軽くしていきます。以前前下がりボブの軽くするやり方をね動画に上げてます。ぜひそちらをご覧になってください。では今回は簡単に説明していくと、前下がりスタイルで軽くしてほしい部分はこの下の段の内側です。ここをしっかり軽くしていきましょう。前下がりになると顔周りに向かって厚みが残ってきやすいです。横の下の段この内側もしっかりめに軽くしていきましょう。そうすると軽い前下がりボブスタイルになってきます。ではねこちら側ほどやっていきましょう。上の段と下の段後ろを分けていきます。半分をまた分けていきます。下から軽くしていきますが、先に毛先をね軽くしていきます。そこから束を持って軽くしていきます。次のブロックに入っていきます。束を持って軽くします。耳後ろもう一回軽くしていきます。上のブロックは半分に分けていきます。そして後ろの表面に入りますが、ここはね毛先を軽くしていきます。そして横に入っていきます。半分に分けていきます。この顔周りは毛先軽くしていきます。表面に入っていきます。横の表面も毛先軽くしていきます。これで終了となります。こういう感じで自宅で家族や友達の髪を切る前下がりスタイルにやってあげたいときはこのようにしていってください。重要なのは横のラインをね切るときです。このラインをどうやって持ってくるか、これが慣れてくれば自然になってきます。そこのポイントを注意しながらやっていってください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。